今日のゲーム。さて実は今日、平和大球場から、この現在に至るまでグランドキーパーを36年間も務めてきた徳永勝利さん58歳が、最後の今日仕事の日を迎えたということになりました。グランドキーパー一筋でホークスを、支えてきた、ホークスがまだ厳しい時代も、そして優勝を、告げた時代も、松田さんもいた時代もですね。そうですね、僕はやっぱガンノス、今はもう地区ですけど、ガンノスの時からやっぱりグランドキーパーさせてもらってて、してくれてて、本当選手としてはすごいありがたい。特に最初ファーストしてたので、やっぱ内野手がねイレギュラーしないように本当に丁寧にグランドキーパーしてくれた、本当にお疲れ様と言いたいですね。本当に36年間お疲れ様でございました。グランド整備を行います。お客様にお知らせいたします。平和大球場時代を含め36年間にわたりグランドキーパーとしてホークスを支えてくださった徳永勝利さん、本日の試合は最後のグランド整備となります。常に選手のことを思いグランドを整備続けてきた36年間、本当にありがとうございました。そして本日のグランド整備もよろしくお願いいたします。Thank you.